ソナタ・アークティカは、フィンランド・ラッピ州、ケミで結成されたパワーメタルバンド。日本では、ソナタと呼ばれることが多い。1995年、ハードロックバンドトリッキー・ビーンズとして結成される。翌年と2位カッコが加入、トリッキー・ビーンズとバンド名を変更。1999年、4曲のデモ、フルムーンを制作後、スパインファームレコードと契約し、 ソナタアークティカに改名。同年秋、ファーストアルバム、エクリプティカ発表。2000年3月、ファーストアルバム、エクリプティカ、日本版が発売される。同年4月から、ストラトバリウスのインフィニットツアーに、ラプソディと共に参加し、ヨーロッパ各地で公演を行う。その後、ベーシストのヤンネ・キビラフィティが、個人的な理由で脱退。公認に、トリッキー・ミーンズ時代に、 ギタリストとして在籍していたマルコ・パーシコスキがベーシストとして再加入。2002年9月、キーボーディストのミッコ・ハルキンが諸事情により脱退。バンドは公認メンバーのオーディションを行い、レクイエムとサイレント・ボイシズに在籍するヘンリク・クリン・エンベリが加入。2007年5月にニ発表後、8月にやにリーマ・タ年が兵役に関する問題で脱退。公認に エリアス・ビルヤネンが加入。2013年8月、マルコ・パーシコスキが脱退。後任には、ウィンター・ボーン、サイレント・ボイシズ、デクイエムで活動経験のあるパシカ・ウッピネンが加入した。活動初期は、ハード・ロック・バンドであったが、当時活躍していた同郷のストラトバリウスからの影響を受け、クラシカルなキーボードを代々的に取り入れ、叙情的なメロディと共に失踪する。 パワーメタルバンドとなる。以前から知ってはいたけど興味はなかった。でも、ビジョンズを聞いて衝撃を受けて、それで同じようなヘビメタルをやることになったんだ。とメンバーは語っている。音楽評論家の和田誠がロイヤルハントのメンバー、アンドレ・アンダーセンに当バンドの音源を聞かせたところ、アンドレは僕たちとストラトバリウスをミックスさせたような音だねと感想を述べている。 サードアルバム、ウィンター・ハルト・エス・ギルドの頃から、ジャーマンメタル風の疾走曲の傾向は交代し、疾走感のある曲であっても、分厚いコーラスで、荘厳さを演出するなどの工夫が見受けられるようになった。作詞作曲は、トニー・カッコがすべて手がけてきたが、ホースアルバム、レコニング・ナイトでは、初めてギタリストである矢に、リマ・タイネンが作曲するなど、作風は広がりを見せた。 2007年発売のウニアからの楽曲はスピードを抑え、プログレやシンフォニックさを加えた方向性を模索し、ザ・デイズ・オブ・グレーズで確立させている。トニー・カッコやニリー・マ・タイネンバンド創生メンバーの一人、テクニカルなギタープレイを得意とする、バンド創生メンバーの一人、メジャーデビュー前にはギターを担当する時期もあった。ありがとうございます。